皆さんこんにちは今日も HDR グレードを使って色調整に挑戦します2回目となりますこのショットは京都城塚港寺山門から見える境内の紅葉風景ですそれでは始めましょうまずはプロジェクト設定をします前回と同様にこのようにしていますカメラはソニー α7S3S ログ3シネで撮っています そしてこの画面はカラーページの HDR グレードパレットです。左から右へハイダイナミックレンチ、ゾーングラフ、そしてスコープの画面となっています。その中でスコープの準備をします。現在パレードが表示されていますが、波形を表示させます。そして Y を選んでカラー表示をチェックを外します。 輝度のみのグラフとなりますえ次に白飛びと黒つぶれを警告するグリッドを作りますその方法は波形の文字の右にある設定ボタンをクリックして画面の下最小値のところに64を入力し最大値のところで940を入力し そしてその上の参照レベルを表示のところにチェックマークを入れます。はい、そしてグリッドグリッドの文字ですね。この横のスライダーを右の方に移動させて、スライダー、このグリッドを濃くします。見やすくするためです。すると、このようにグリッドがはっきりと見えています。そしてこちらの線ですね。900 40のラインが見えるようになっていますそしてこの下が64のラインですね。で、えー、実際に調整する時にはこのラインを目安に黒つぶれを防ぎまたここではこのラインを超えないように白つぶれを防ぐためにこのラインを超えないように露出調整をします。えー、次に3つの点線のアイコンこれですね。 これをクリックするすると3番目にクオリファイアのフォーカスを表示と出てきますここをクリックしてくださいするとどのようになるかビューワーにマウスを持っていくとスポイト状態となっていますねそして同時にスクープを見ると見えますかちょっと見にくいかもしれません白い丸い印が 表示されているのが見えますはい。これですね。見えますか実はこれは、ビューワーの画面の位置がそのままスコープに現れているんですね。スコープで明るさはどうなのかを知ることができます。そしてこれは、例えばこちらに持っていくと、画面の左側を持っていくと暗いですね。スコープを見ると、 やはり左下に丸印が出てきてますので、この状態でこの位置にあるということが分かります。もう一度画面の中央に行きます。境内の向こう側にスポイトを持っていくと、このようになりますね。この木々が見えますが、この状態がかなり明るいということが分かりますね。こういうふうに、 場所がしっかりと分かるというのは色調整がとても楽になります。これはパレードでも使えます。えー、準備は以上です。それでは波形に戻します。スコープを見ると、うん、このようになってます。まずシャドウをグローバルで露出を下げます。はい、ハイライイララトのラインを6 940下のラインまで持っていきます。すると画像の方を見るとかなり締まってきました。赤い鳥居の赤い色が見た目に近くなってきたように思います。このぐらい下げますね。そして彩度を上げて境内の向こうの景色を見た目の記憶色に近づけたいと思います。 少しこのぐらいでしょうか。全体を見てみると。はい。うん。なかなかいいと思います。そして、ホワイトバランス少し調整します。少し暖かい、ウォームな状況にもします。少し上げます。はい。このぐらいですね。これでグローバル終わりです。 次に、えー、具体的にシャドウライトあたりを調整します。もうこの状態でもかなりいいと思います。少し大きく拡大してみます。はい、シャドウも0には届いてないですね。大丈夫ですね。えー、っと、ブラックを見ると、はい、少し出てますね。 これはもうこのままでいきます。ダークは少し上げてみます。拡大してみます。今度はライトの方が、ハイライトの方が明るいですね。少し暗くします。少し下げます。こういう場合には、ライトです。ライト。こちらですね。これで下げる方がいいように思います。下げます。うん。 はい、向こうの引き締まってきましたねこれぐらいかなあ,あこれぐらい思い切ってこれぐらいにし落としますうんそしてシャドウシャドウを少し上げますそして今度はライトですねライトをま,また戻します全体を見てみます そして MD で少し引き締めたいと思いますくっきりさせたいと思いますはい、えー、以上で調整を終わります今回はゾーンでの露出とサイドを調整しただけでカラーコレクションはしませんでしたそれでもこれだけの調整ができますまだ練習中ですので改善の余地はたくさんあると思いますが 一歩一歩学んでいきたいと思います。次回も HDR グレードでする色調整の様子をシェアしたいと考えています。それでは今日はこの辺で失礼します。ご視聴ありがとうございました。さようなら。